はい、どうも皆さんこんにちは、ブレサスです。というわけで今回は欅の奇跡、今回もですね欅の奇跡やっていきましょう。イベント始まりましたね。前回いろいろと解説やら、ガチやらやったと思うんですが、まあ今日からイベントがスタートということでね、皆さん頑張っていきましょう。で、今回ひらがな欅のライブがいけるみたいなやつですけども、もし前回の動画でも言ったんですけど、もし僕が行くなら、ファンクラブからもう申し込んでますと、つまり僕は行きません。なので、順位ご覧ください。バン159位、なんでよし行けない、やった。いや違う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 、お前なんでそんな高いんや。ツイッターでこう言われました。知らん知らんのや。やってたらなんかこんなランクになってたんや。というわけで、とりあえずオールクリアはしてます。で、今日ツイッターにもちょっとつぶやいたんですけど、その時は確か第6章かな、エリア6が、達成率がちょっとまだ、80か60かそんぐらいだったと思うんで、マックスではなかったんですけども、まあ今回ねスキップ機能という、いいのか悪いのかよくわかんないような機能が追加されました。でもまあスキップ機能が追加された分、今回、全クエスト難しくなってます。僕もね正直第5章の5からかな、第5章の5から初見クリアっていうものがだいぶ難しくて、第6章なんか全体的に苦戦しました、正直言って。で、今回お邪魔ブロックとか、チェーンブロックとか、なんだろう、ワープとかベルとかいろいろ新しいギミック出すぎてもう頭が追いつかないんですよ。で、そこで1個思ったのが、1回ガチャの画面いきますね。このガチャ詳細のところで僕前回解説したと思うんですけども、どれだっけな、どこだ、あった、この守谷茜、来年こそ勝負の年ですよ、お邪魔玉7 口が回ってない、お邪魔玉7個をレベル2下げる、2レベル下げるっていう風にねなってると思うんですけども、まあ、これまあいい感じのものだと思います。まあいいと思います。今回レベルがマックス6になったので、チェーンもお邪魔もブロックもなんで、これ結構いいスキルと思うんです。ただこれアカネンをレベル2にして7つ下げるという状態を出してしまった場合、このカフェ撮影影山ちゃんお邪魔玉7個1レベル下げるんです。ちょっとこれ修正入れた方がいいんじゃないかなって僕は思いますね。まあスキルレベル1なんでまだわかんないです。もしかしたらスキルレベルが変わってきたら、その個数増えたりとか、2レベルになったりとかするかもしれないんですけど、もしこれ特に何も変わんないのであれば、ちょっと修正入れた方がいいんじゃないかなって思います。もしねこれ知ってる方いたらコメントで教えてください。ちょっと参考にしたいです。で、今回こういう、あんまり日の目を浴びてこなかったお邪魔玉とか、ロック解除とかキョンコですね、前々回配布かなからキョンコ前、がまさにロック解除なんですけど、そういうものがだいぶ日の目を浴びるようになってきましたっていうね。やっぱそういうお邪魔系を1レベル下げるってなかなかそのパーティーに入れにくかったりするじゃないですか。どうせチェーンやれば壊れるし、コンボやれば壊れるから、あと破壊とかすれば壊れるから、まあ僕のパーティーみたいなね、変換だとか列破壊とかでやれるって僕も、2週間ぐらい前の動画で言ったと思うんですけども、まあ今回それでもやっぱ難しいってなってくると、ああいう破壊系、お邪魔破壊系が便利になってくるのかなって僕は思います。で、ベルに関しては、正直頑張れとしか言いようがないんですよ。見えますかね。で、結構よかった、多かったのが5の5をちょっとやってくれみたいな感じで言われたので、ちょっと5の5やってみたいと思います。5の5、あ、これですね。これポイントがあります。もちろんごめんね、今日ちょっとなんか最初4分間ぐらいめっちゃ喋っちゃったけど、でも言いたかったことはとりあえず動画で言えたので、ライブレッスンスタート。これですね、まあ、僕今テチのおかげで1手増えたんですけど、1手なかったことにしますね。じゃあ、まあ、テチ外せばいいだけだったんだけど、まずここの9つ全部破壊します。
でもしかしたらなんかツイッターとかでも情報出てるかもしれないですけど、でここの赤3つあるじゃないですか、これを壊すと、まあ、その時点で1コンボっていう判定になりますよね。で2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20でちょうど20個なんですよ。わかりますかこの方法。なんでこことここにレベル3玉を2つ揃えさえすればこのクエストは簡単にクリアできます。なんでこの盤面で言うと、まずここを破壊してこうなる、でそしたらこの紫と緑を育てればいいんですよ。簡単に言ってしまえば、すべての方に感謝を。この後どうする？でもなんだろう、こういう風にちょっと怖い盤面になってきたら、全然ここからこう行くやつでもいいんですよ。なんで次ここをおもてなししますね。綺麗な葉っぱですね。育てればもうこの時点で行くんですよ確か。分かるかな、コンボの仕組み分かってる方だったら分かると思うんですけど、これでも行くんですよ。でこれでもし触っちゃうとバラバラバラって壊れてしまうんで、なんでここのなんだ 5×3 の中でうまく調整してレベル3玉を落とさないと無理なんです。まずここで爆発して、でこれがレベル3になる、レベル3になる、でここが爆発したらここがレベル破壊される、でそしたらこっちがレベル3になる、でそしてこっちでこっちで破壊される、こっちこっちこっちがって、わかる？とりあえずやってみようか。楽しみだな。確かね、これなるはず。ほらやってほしくないってな感じです、ってな感じです。であとはまあこの内側にあるレベル1玉を壊すっていうのはどう考えても無理なので、残りまあ4手ですかね。これで言うと僕手地のおかげで1手増えてるんで、4手の中でこれ残り6個のやつを破壊する。おもてなししますね。この声でお礼を叫びたい。ほっぺた赤くなってます。まあこういうスキルとか、あとなんだろう、さっき僕が言ったアカネンとか影山ちゃんとかのあのスキルを使えばこれはクリアできます、っていう解説でいいかな。正直に言うとこれ運要素若干あります。あの 3×5 のあの盤面がどれだけ適してるかによるんで、それで適さなくてもしダメだったらもう一回諦めてもう一回入り直してください。これ初期盤面が重要です。お、レベル5のエンブレム161、まあ始まったばっかだからね、もちろん下がるっちゃ下がるよね。お、やばい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 、これ流したらね、ダメなんだよ、これ流すのはダメなんだよ、あーやめてー、あーはい、ってことですね。で、まあ周回に関してはまだ僕もあんまりよく分かっていないんですけど、今回はスキップ機能が追加されたので、まあ、6の S1 をこうスキップしていっとけばいずれかアンコールに巡り合えるかなっていう感じですかね。でもちろんこれやってるだけでも僕の場合4000ポイントじゃちょい4000ポイントちょい入るんで、まあこれで多分皆さんの方がもっと多くポイント入ると思うんで、これでアンコール引き寄せて、まあアンコールはもうパズルせざるを得ないので、まあそうですね、適当にやっちゃいますか。まあユイポン、まあこのユイポンを使うシステムはいいと思います。なんでユイポンは本当イベントのために取っておくみたいな感覚でいいと思います。待ち合わせしよう。綺麗な葉っぱですね。 BGM がね、ガチャのあれだからね。すべての方に感謝を。終わってほしくない。素敵な時間。やっぱね、こういう時ね、楽しみだな。おもてなししますね。いいよね、やっぱ素敵な時間。すべての方に感謝を。綺麗な葉っぱですね。おもてなししますね。待ち合わせしよう。終わってほしくない。楽しみだな。マジでさ、テチの声さ、この後どうする？待ち合わせ。テチ平手さ大丈夫ですかあなたってなっちゃう。この後どうする？おもてなししますね。すべての方に感謝を。終わってほしくない。よし、 OK。 でこれなんか見た感じポイントボーナスのやつかユニットがそれぞれ持ってるが反映されてますよね。前回までこれアンコールって反映されてなかったんですけど、嬉しくないこともないです。
今回反映されるようになりましたね。まあ、今回なんか星5をたくさん持っとけば持っとくほどいいっていうもうノリができちゃってるんで、正直言ってっていうような感じですかね。であと今回もシークレットアンコールっていうのがあの出ているんで、なんだろう、タスキかな、今回はあの研究させた記事の英語が書いてあるタスキを使うのはスペシャルもしくは、シークレットでいいと思います。通常のアンコールはあのやってしまうとキリがないのでやめた方がいいかなと思っております。まあこんな感じ、早口でちょっと喋ってるけど、最後にガチャいくよ。はい、まあ、あの前回の動画でも言ったんですけど、僕今回ガチが目当てなんで、あの別にランキングになったように報酬さえもらえれば僕はそれでいいんです。もうあの いいです、謙虚に謙虚にいきます。さあ金は何体出るかな。4体、まあいい方じゃないかな。まあ前回の動画だったらね3体とかしか出てなかったけど、さあ1人目、ゆっか。ここら辺は銀だったからちょこちょことかして、次が金かな。オッケーオッケー、こい。うん、残念。ふーちゃん次も金頼む。来ない。これ誰だ、メミ。はい、残念。はい、でまあこういうねちょっと爆死した結果だったかもしれないですけど、皆さんこれ覚えてますか。星4でも限界突破すると強くなるんですよ、ポイントボーナスが。なんでまだ結果オーライ。でも130個なんで、まああのチャレンジとかいろいろやっとけばすぐ溜まるし全然問題ないです。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴どうもありがとうございました。また別の動画もご覧ください。あと高評価、サブチャンネル、ツイッターのフォローなどどしどしよろしくお願いします。じゃあバイバイ。